皆さんこんにちは。ポップ広告講師の今村明子です。皆さん最近街の中でこういったブラックボードのポップを見かけることが多くなったと思いませんか？実際ここ数年でブラックボードを出されるお店がたくさん出てきました。そのぐらいこのブラックボードポップはインパクトと存在感のあるでも有効なポップ広告です。とはいえまだまだどんな風に書いたらいいのかわからない、何回書いてもうまくいかない、そういった声をたくさん聞かれます。そこで今日は楽しくなおかつ簡単にブラックボードが出来上がるようなレクチャーをしていきたいと思います。じゃあ皆さん一緒に書いていきましょう。よろしくお願いします。このように貼っていただいて、そして、ボードに対して45度に当てていきますが、45度に当てていきますけれども、ちょうどこの角の部分ですね、この角の部分をボードに当てれば自然と45度になりますね。自然と45度になりますので、このまま引けば線は引けます。そしてもう一つ注意点申し上げると、この手首だけでね、手首だけで書こうとせず、もう腕ごと動かす気持ちで、はい、腕ごと引きます。腕ごと動かす気持ちで書くと、はい、まっすぐな線が引けました。もう一本書いてみましょうね。45度に当てて、はい、人差し指の位置いいですか？